今日ですか。今から、リアのちょ。まずい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 。まずい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 。緊急事態で何事を？大変なんです、イーチャーさん。どうしたい、都市のマイハニー。今からこの世からいなくなってください。あゆい、なんで？つまり、ゆかりんの上官が来るから僕は出払っててほしいと。そうです。いやまあ別にいいんだけどさ、この世からはひどくない？半分やってるじゃないですか。半分はマジなんだ。ゆかりさん、お茶受けはこれでいいのかな？ゆかりんフォアグラとかキャビアとかフカヒレとか作った方がええんかな？こちらすべて片付け終わりました。どうしたんだみんな、一体。イーちゃんさん。イーちゃんです。絶対に、夜まで帰ってこないでくださいよ。ガチ恋距離不可避。わかったよ、イーちゃん夜まで帰ってこない。それで僕を払い箱なんだよね。あ、ついに来ちゃったか。ん？私たちのところには先週来ましたよね。って言ってもあかりちゃんしっかり逃げてたじゃん。いやどうもあの方とは馬が合わなくて。ちょっと待って、理解できてないの僕だけ？そういえばあかねちゃんたちもそらさんも知ってたんだよね。むしろ、なんでこんなにボイスロイドや他の子たちを知っててあの人を知らないかが不思議なんだけど。やっぱりボイスロイド関係なのか。安心してください。イーちゃんさんが思ってるような人じゃないですよ。あ、そう？ならよかった。で、そんなお偉い方がどうしてボイスロイドの子たちの家を回って行ってるの？様子を見に来てるだけだよ。私がまだ喫茶店にいた時も定期的に来てたしね。私はしっかり身を隠してました。あんたね、先週来た時もあかりちゃんのこと隠し通すのに精一杯だったんだからね。まあ、キさん、愛してます。だからずんこちゃんも様子がおかしかったのか。ずんこちゃんが？ほら。あの、イーちゃんさん。どうもイーちゃんでございます。どうした可愛い子猫ちゃん。すっぱい今更なんですけど、私がいじめたりするの、迷惑じゃありませんですか？でね。まあ、ボイスロイドのみんなはあの人には頭が上がらないからね。同等に会話できるのは多分ササラさんくらいだね。ササラさんか？面識あるんですか？いやちゃん関係でね、ちょっとお話をしに行ったくらいだけど。ほんとすごいですよね、顔の広さが。確かに最近太り気味だけど。人脈のことだよ。うん、でも、名目上ゆかりんたちの保護者はイーちゃんなんだからさ、いた方がいいと思うけどね。同意見です。先の一件のこともありますし、話をしておいた方がいいと思います。先の一件？あ、マキさんには関係ない話です。ゆかりんがイーちゃんを会わせたくない理由もなんとなくわかるけどね。どういうこと？まあまあ、とりあえず一報くらいして帰りなよ。ん、わかった。ようこそおいでくださいました。おう、ゆかりちゃんお久しぶり。元気してた。いやもうそれはもう本当に。こんなところにお立ちになさらないでぜひ上がってください。あ、そう。それじゃあお邪魔します。ごごごごごごごきげんうるらしゅうお疲れ様です。うん、あかねちゃんもあおいちゃんも元気そうでよかった。そちらは？あ、はい、春の空です。お初にお目にかかります。うん、よろしく。へえ、ここで君たちは生活してるんだね。立ち話もなんですので座っていただければ。助かるよ。ここ最近立ち仕事が多かったから足が辛くて。それで、今日はどういったご用で？うん、いつものように君たちの顔を見に来たの。って言ってもそれだけじゃないって思うだろうから隠さずに話すね。すいませんでした。私も、すいませんでした。いや、君たちが謝ることはないよ。むしろ、責任はうちにある。特に君たちには多大な迷惑をかけてしまった。本当に申し訳ない。私たちがアナプロダクションを独立させてしまったのが原因で、君たちの責任にはならない。あの事務所は安心したまえ。そこはうちのプロダクションに吸収合併されることになったって言っても元いた場所に帰ってきただけだが、もう君たちが利用されることもないし、これから出てくる新しい子もひどいことにはならないだろう。自己処理は成果がやってくれる。そうですか。私はまだ胸に使いが残ってるんです。私がやってきたことは到底許されることではないと思っています。あの時の状況だったから仕方ないということにはなれないです。そうだね。あの騒動自体は表沙汰にはならないけど、関係者の中には君のことを恨んでる人もいる。しかし気にしていては君の精神システムが著しく下降する。そうなれば君を作り直さなければならない。あとはわかるだろう。記憶も同時に作り直される。私たちボイスロイドの感情モジュールは完璧じゃない。たくさんの楽しい思い出を作って笑い合うべきなんだ。マイナスな感情はマイナスにしかならない。だからソラちゃんはこれからもここで楽しく暮らして幸福な時間を過ごすことを食材にしていったらいい。そう思うように努力します。あの、一ついいですか？ん？つくよみさんは？はい、でいいよ。アイさんは作り直されていった子を見たことあるんですか？そりゃあね、成果もそうだし、名前は伏せるけど、君たちの身近な子も一度か二度はされてるのを見てきたよ。ただ一人だけ、両手では数えれないほど繰り返して作り直された人がいてね。私たちが監修してない個人で作られた子だから読みやすい不具合があるのかもしれない。今はささらぬところの子と暮らしてるから安定してるみたいだけど、だから君たちはそうならないことを祈ってる。うち、難しいことはよくわからんけど、ここにいるみんなが一人でも欠けるのは嫌や。
せやからみんなには変わらんといつもみたいに笑って過ごしてほしい。お姉ちゃん、あかねさん、あかねちゃん、あかねたん、ちょっと待ってくれるか。なんでお前がいる。夜まで帰ってこないって言ったよね。あ、ほん、せっかく帰ってきたのにお帰りなさいのキスもできないのか。あ、オッケー、とりあえず落ち着いてお話をしましょう。一応連絡入れたんだよ。でも誰も出てくれないから心配して帰ってきたんだよ。家の電話にかければいいじゃないですか。その手があったかという顔をやめろ。あ、すいません、実はこれお人形さんなんですよ。喋るお人形としてね。まるで私たちボイスロイドみたいですね。母が超ウケる。何一人で言って一人で傷ついてるの。それにしても誰よこの子。全くもうどこかわからない子誘拐してきちゃダメじゃない。うわ、なんかもう、うわ、君たちいつもこんな感じなの。趣味はプリキュアごっこを一人でやることです。頼む、これ以上集大をさらさないでくれ。ガチ恋距離不可避。はじめまして、この家のご主人のイーちゃんです。ぜひともイーちゃんと呼んでください。マシマシ。お前せめてちゃんとした口調で。いや、いいよ。むしろ彼とは対等な立場で話したい。はじめまして、私はつくよ未来、ボイスロイド全員の原点にあたる最初のボイスロイドです。この時イーちゃんはコンマ1秒でとんでもない結論にたどり着いた。つまり、合法ロリ。まだ何も言ってない。どうせ陰謀なこと考えてそうでしたので先手を打ちました。それで、今日はどういったご用件で。君がゆかりちゃんを預かってから一度も定期的に様子を見に来れてなかったからね。彼女たちが楽しそうに暮らしてるのを確認できたからよかったよ。当たり前よ、この僕がいるんだぞ。特にゆかりんの涙なんて流す不届き者は松台まで呪ってやる。ホラーゲームで散々泣かせてるくせに何を言ってるんだこいつは。それならよかった。おっと、すまないが次の現場に行かないといけないから失礼するよ。え、せっかく合法ロリに会えたのに、そうそうとお別れなの。わがまま言わないの、上官はお忙しいんですから。ふむ、これは提案なんだが、よかったら彼に次に行く現場に同席してもらいたい。え、なんでだ。次に行くところが君たちに話したゲームやみやすい子のところでね。正直私だけでは少々不安でね。彼とは歌詞を添えて話したいこともあるからお借りしたい。急な申し出で申し訳ないが、どうだろう。僕は合法ロリとイチャイチャできるならそれでいいけど。あんたね、うちは構わんで、私も。イーちゃんさんならそのことをうまく話せれるかもしれません。私も大丈夫です。長くなるようでしたら今度はちゃんと連絡を入れてくださいね。決まりだね。それじゃあ行こうか。どこから聞いてたか答えてもらってもいいかい。君が家に入ったところからずっと見聞きしてたよ。さらに質問を重ねるが、あの会話で初めて聞いたこととかはあったかい。いや、特にはないかな。作り直しのことも、君の会社に吸収されたことも、ちゃんと僕は知ってる。そして君が嘘をついていることも。それは君も同じだろう。知ってほしくないんだ、僕がもともとあの事務所に所属していたことを。そしてその僕こそが彼女のマネージャーだったことを。だからあのプロダクションに不信感を抱いた君は、私たちの会社に記憶の削除を依頼した。その一部だけ、君がマネージャーだった事実を。おかげで初めましての状態からまた信頼関係を構築していくことになったよ。事務所の記憶を消すことは彼女が培った歌詞活動の記憶も消すことになる。それはできないから苦渋を味わったよ。ただただ今は、彼女が僕を関係者だったことを知られるのが怖い。知った先がデメリットしか生まないと思うなら、それは知らなくていいことだと思う。それに僕は君と彼女と知り合う前から面識があったし、初めましてでもない。あのプロダクションを独立させて際にマネージャーとして雇用したのか私。本当に申し訳ないことをしたと思ってる。完全に私が見誤ったせいだ。いや、いいよ。あの行いに気づかずに彼女を育て上げた僕の責任もある。作り直しのことも。うん、知っての通りあれも嘘。彼女たちには幸せに過ごしてほしい。誰しも幸福な時間を記録として失いたくないはず。別に不幸のどん底に落ちてもショットされはしないが、できるだけ彼女たちの不幸な顔は見たくない。だから開発段階で初期記憶にその間違った記憶を入れてる。私やせいか、お兄ちゃんなど例外はあるが。そうだね。あの日のように、ボイスロイドを悪用する人が現れちゃいけない。僕は本当の意味で完全に人としていられるようなボイスロイドができることを祈ってる。